こんなヒラヒラしたの誰かと間違えて、ないよな。分かってるよ、ちょっと現実逃避したかっただけだ。こんなにはしゃいだのは久しぶりだな。ああ、みんな見事にインクまみれになって。あの完全武装はユキか。トモカもなかなか様になって。おい翼よけろ。休憩終わりっと。さて勝負はこれからだ。最後まで全力で楽しまないとな。行くぜ。昼のバカ騒ぎが嘘みたいだな。あもう少しここにいてもいいか。本当にこれが私？いやでも、プロデューサー、そうか、ねえ、なんか別人みたいで変な感じがしてさ。新しいジュリアにしては変わりすぎじゃないか。ほとんど別人だろこれ。まあこんな綺麗な衣装が似合うのは予想外だったけど。あんた魔法でも使えるのか。いや今のは言葉のあやっていうか、上げ足取るなよバカピー。こうヒラヒラした衣装は何度着ても慣れないな。でも綺麗だと思うし嫌いじゃないよ。ただ着るのが私っていうのかな。もっと似合うやつが他にもいると思うけど。そうか。ん？大丈夫って何がだ？なんかごまかされた気もするけど、まあいっか。これでも髪は少しいじっただけなんだ。でもいつもと違う髪型ってだけで私の気分も変わるんだから不思議だな。髪型も衣装や歌ダンスと同じでアイドルに必要なもんだって実感したよ。いやいやツインテールはって、ちょっと待て、何勝手に考えてるんだよ。これからのことは後で考えようぜ。今はこの新しい髪型で勝負するんだろう。そういうこと、頼りにしてるぜプロデューサー。プロデューサーお待たせ。悪いな、インクがなかなか落ちなくてさ。着替えるのに手間取っちまった。撮影もう始まる時間だよな。
私なら大丈夫だよ。さっきのバトルの影響か、まだ少しテンションが上がっててさ。しかし、めちゃくちゃ熱いバトルだったよな。あんなに夢中で遊んだのは久しぶりだよ。わかってるよ。神秘的で幻想的なイメージだろ。本番までには何度かするよ。そうか。小学生くらいの頃は友達ともあんな感じでよく遊んでたけどな。もっと話したいとこだけど、そろそろ気持ちを切り替えないとな。神秘的で幻想的。ふう。よし、夜までの長丁場だ。気合い入れていくぜ。お？何言ってんだよ。夜の海に入るシーンがあるだろ。聞いてないと思う。いや、海で撮るんだなって少し浮かれてたからな。聞き逃したかも。どちらにしろ私の勘違いじゃねえか。くぅ。な、楽しみにして悪いかよ。ああ、もう、せっかく気持ち切り替えようと思ったのに。こうなったのも全部あんたのせいだからな。責任取って、気分転換、付き合ってくれよな。